1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。12月16日、紙の日。1875年12月16日、東京王子で王子製紙株式会社の前身にあたる昇進会社の工場が営業を開始したことにちなんで記念日が制定されています。昇進会社は、事業家だった渋沢栄一氏が大蔵省紙幣寮から民間企業として独立させたものでした。渋沢栄一氏は他にも第一国立銀行、東京証券取引所、理化学研究所など多種多様な企業の設立経営に携わり、日本資本主義の父と称される人物で、2024年から刷新される1万円札の肖像となっています。電話創業の日。1890年12月16日に当時の東京市内、横浜市内の肉館で日本初の電話事業が開始され、東京千代田区に設置された電話交換局が始業したことにちなんで記念日が成立されています。当時の電話は、電話交換局に常駐する交換手に電話相手を取り次いでもらうスタイルで、電話交換局は電話交換手女性7人、夜間対応手男性2人の24時間営業でした。ちなみに加入電話は東京が155台、横浜が44台で、電話料金は定額制となっており、東京が40円、横浜が35円でした。1890年頃は米 15kg が1円だった時代で、当時の通話料金を現代の値段に換算した場合、40円はおよそ20万円と相当な割高料金となっていました。念仏の口止め。正月の年神様は念仏事が苦手との言い伝えがあることから、12月16日の念仏の口止めから1月16日の念仏の口開けまでは念仏を唱えない期間とされています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。